はじめまして。リラックスストーリーズテレビというチャンネルは、ASMR を感じながら、心地よい音楽と朗読を聞いているだけでも、美しいイラストや動画を見ながらでもリラックスできる、物語のチャンネルとして、コンテンツをリニューアルしました。英語字幕も、別動画でアップロードしています。ぜひとも私たちのチャンネルをご覧ください。心を込めて制作してまいります。このチャンネルで心が休まりましたら、チャンネル登録と高評価、そしていいねボタンを押して、更新のお知らせをお待ちいただければ幸いです。リラックスストーリーズテレビで、皆様がリラックスした時間を過ごしていただけますよう、心より願っております。日本の歴史と文化を巡る旅、楽しみながら学ぶ旅の物語。日本の歴史や文化を旅しながら学ぶことができる。日本旅行にぴったりの日本の歴史ガイドブックです。動画の最後には観光スポットも紹介しています。日本という国は、自然災害や戦争など、多くの試練を経験しながらも、歴史を通じて独自の文化や哲学を発展させてきました。本書動画では、日本の歴史を神話時代から現代まで、5つの大きな時代背景に分けて紹介しています。政治や文化などの特徴を分かりやすくするため、それぞれの時代背景に合わせてさらに細かく、区切って紹介しています。社会制度や重要な出来事、日本文化の代表的な芸術や食、そしてスポーツ文化や観光スポットなどを解説していきます。今回の動画という本では、大霊章である古代日本の誕生に関する神話や伝承を紹介しています。日本がどのように誕生したか、神々の神話や伝承の中で語られる古代日本についても、大まかな知識を得ることができます。そうすることで、日本文化のルーツを知ることができ、日本の歴史や文化をより深く、理解することができるかもしれません。日本の歴史は、古代にまで遡ることができます。その始まりは、神話時代と呼ばれる時代にあるとされています。日本の神話によれば、天地ができた時に生まれた神々が、日本列島を作り、それが古代日本の始まりだとされています。第一節、神話時代、不明、紀元前頃。神話時代と神道時代のどちらが古いかは、明確には分かっていません。また、神道時代は存在しないという見方もあります。神話時代とは、日本書紀や古事記に登場する、日本の神々や英雄たちが活躍した時代を指します。この時代、神話時代の正確な時代は、不明、紀元前頃、とされています。神話時代には、アマテラス大御神をはじめとする多くの神々が誕生し、日本列島を支配しました。また、神々や英雄たちの活躍が物語として残され、後の日本の歴史や文化に大きな影響を与えました。アマテラス大御神。アマテラス大御神とは、日本神話に登場する最高神であり、太陽神として崇められています。神話によると、アマテラス大御神は天孫降臨の神話の中で、アマツ神、アマツ神の一柱として誕生しました。また、アマテラス大御神は、テンテル高大神、アマテラス大御神、アマテラス大御神皇后魂神などの異名を持ち、日本の国家神道でも最高神として崇敬されています。アマテラス大御神は、
日本の歴史や文化において重要な役割を果たしており、皇室の祖神とされています。また、日本の神社には天照大神を祀る社が多くあり、例えば伊勢神宮や春日大社などがあります。一方、天照大神は神話の中で天照という女神として描かれることが多く、彼女の兄弟である祖佐尾尊、スサノオノミコトとの争いから、天照大神が岩戸に隠れたことが有名です。その後、鏡や神楽などの神器を使って天照大神を誘い出し、日本の神々が再び和合したとされています。神話時代には、大和政権の祖先である神武天皇が即位し、日本の歴史が始まりました。神武天皇は、神々の子孫であるとされ、神々の力を借りて日本列島を統一しました。この神武天皇の即位をもって、神話時代は終わり、古代時代が始まったとされています。神武天皇、時代は多少前後しますが、神武天皇は日本神話に登場する最初の天皇であり、日本の始祖とされています。神武天皇は即位後、紀元前660年に、現在の奈良県橿原市に都を定めたとされています。神武天皇は天照大神の子孫であるとされ、神話によると、天照大神が彼に三種の神器を授けたとされています。また、神武天皇は各地の豪族を従え、戦いを繰り広げながら日本列島を統一しました。神武天皇の実在性については諸説ありますが、日本書紀において、神武天皇が即位したのは紀元前660年とされています。また、奈良時代に編纂された日本書紀や古事記によって神武天皇の伝説が広く知られるようになりました。現在でも神武天皇は日本の歴史的な重要人物として位置づけられており、日本の国家神道では神武天皇を最高の神格として崇める風習があります。また、日本の天皇は神武天皇の子孫とされています。神話時代には、日本の原風景や自然信仰が形成され、神道の基礎が築かれました。また、神話や伝承が語り継がれ、日本の文化や風俗、言葉にも影響を与えました。しかしながら、神話時代については、実際にどのような出来事があったのか、史実としての証拠が乏しく、後世に作られた神話や伝承が混じっているとされています。そのため、神話時代については、史実と神話を区別することが重要であり、歴史研究においても諸説あります。神話時代には、人間の歴史や文化が確立する前の時代であるため、史実としての情報はほとんど残っていません。第2節、神道時代、不明、紀元前頃。神道時代は存在しないという見方もありますが、この章では、神道という宗教が広がった時代として扱います。神道とは日本古来の宗教であり、神々や自然を崇める信仰です。神道は神社において祭祀や祈祷を行い、神職がその役割を担います。神道においては人間だけでなく、自然現象や動物なども神格化され、神として崇められます。神道は日本古来の宗教であり、神話時代から存在していました。神話によると、日本列島は天孫降臨によって創造されたとされ、神々が人々を導いたとされています。神道においては、神々は自然現象を司る存在であり、
風や雨、山や川、海や森など、あらゆるものが神として崇められます。神道は長い歴史の中で、仏教や儒教との影響を受けながらも、独自の発展を遂げてきました。神社の社殿や鳥居、神楽や御神楽、神前式など、独自の信仰行事や風習があります。また、神社には地元の神々だけでなく、全国各地の有名な神々が祀られており、多くの人々が参拝に訪れます。現代の日本において、神道は広く信仰されています。神社は地元のコミュニティの中心的存在であり、祭りや行事には多くの人々が参加します。また、神道は日本文化や伝統芸能にも深く関わっており、日本の美しさや独自性を象徴するものとして、国内外から愛されています。日本の伝統や文化のルーツがこの時代にあるとされ、日本の文化や信仰に深い影響を与えたことは間違いありません。仏教。仏教は、釈迦、釈迦、ゴータマ・シッダールタが、紀元前5世紀頃にインドで開いた教えであり、生老病死からの解脱を目指す宗教です。仏教は、インドから東南アジア、中国、朝鮮半島を経て、約1500年前に日本に伝えられました。仏教には多くの経典があり、その中でも特に有名なのが、般若心経や法華経などです。また、仏教には様々な教派が存在しており、代表的なものとしては、天台宗や真言宗、禅宗などがあります。仏教では、生老病死からの解脱を目指すことが重要であり、そのために八正道と呼ばれる道が提示されています。八正道とは、正身、正思、正語、正行、正明、正精進、正念、正定の八つの道であり、これを実践することで解脱を目指すことができます。仏教においては、釈迦を中心に多くの菩薩や仏が信仰されています。また、仏教には、世界観や因果応報、輪廻転生などの教義があり、これらを理解することで、自己の成長や精神的な安定につながるとされています。現在でも、仏教は日本の宗教として広く信仰されており、寺院や仏教関連施設は全国に数多く存在しています。また、仏教は日本の文化や伝統、芸術にも深く関わっており、美術品や建築物などにもその影響が見られます。儒教。儒教とは、中国で発展した思想や哲学の一派であり、人間の倫理や道徳、政治や社会制度などについて論じる思想体系のことを指します。儒教の創始者は紀元前551年に生まれた孔子であり、彼の教えや著作が儒教の基礎となっています。儒教の中心的な思想は仁礼公信忠名法などであり、これらの価値観や徳目を実践することによって、個人や社会が発展し、人々が幸福になると考えられています。また、儒教は、家族や社会、国家などの人間関係についても重視しており、家父長制や君臣関係、父子関係などの論理的なルールを提唱しています。これらの思想は、中国の歴代王朝において、政治や社会制度の根幹を成すものとして、多大な影響力を持ちました。また、儒教は、中国の周辺諸国や日本、朝鮮半島などにも伝わり、それぞれの国々で独自の発展を遂げました。日本においては、儒学が江戸時代に隆盛を迎え、幕府の政治思想や教育制度に、大きな影響を与えたとされています。
現代においても、儒教の思想は、中国や東アジアの社会や文化に大きな影響を与えており、中国の国是としても位置づけられています。観光スポットは、たくさんありますが、出雲大社、天の岩と、久高島などが有名です。出雲大社、縁結びの神様である大国主命を祀る神社です。日本神話の中で、800万の神々が集まる神在月の舞台となりました。住所、島根県出雲市大社町木月東195。テル0853-53-3100、8時30分から17時まで。天の岩と、日本神話の中で、天照大神が隠れたとされる洞窟です。太陽が消えて世界が暗くなったため、他の神々が天照大神を誘い出すためにいろいろな工夫をしました。住所、宮崎県西臼杵郡高千穂町大和座岩戸1065-1。テル0982-74-8011。久高島。神の島と呼ばれる沖縄県の島です。琉球王国時代の神話にも伝わる神聖な島です。住所、沖縄県知念寺久高231番地に、テル0982-74-8011。観光スポットは動画の仮説明欄にも書いておきます。大霊章は以上で終わります。次回は、第1章。古代日本の誕生。第一節、縄文時代。紀元前1万4000年、紀元前300年。についてお話ししていきます。最後までリラックスストーリーズテレビをご覧いただき、誠にありがとうございました。次回作も現在制作中です。まったり、ゆっくり。時々恐怖していただけるよう頑張っております。チャンネル登録といいねボタンを押していただけると、私たちの励みになります。今後も皆様に心地よい時間を過ごしていただけますよう、精進してまいりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。